おはようございます。港放送局です。過去問を、特問のコーナーです。平成27年度建築物環境衛生管理技術者試験問題127雑用水設備に関する次の記述のうち最も不適当なものはどれか。1. 地区循環方式は、複数の建築物間で排水再利用設備を共同利用し、 処理水を各建築物に送水して便所洗浄水などに利用するものである。2酸水集計または清掃のように供する雑用水に飼尿を含む水を減水として用いる場合にあっては規定された水質基準に適合する必要がある。3雑用水受水槽は耐食性及び耐久性のある材質のものを用いる。4 雨水利用設備における浄水代替率とは使用水量に対する雨水利用量の割合である 5. 竣工時に雑用水を着色して通水試験を行い浄水の器具に着色水が出ないことを確認する1番から見ていきます地区循環方式は複数の建築物間で排水再利用設備を共同利用し 処理水を各建築物に送水して便所洗浄水などに利用するものである、えー、国交省の資料から雑用水利用の方式とありまして絵、えー、の通りですね、えー、複数の建物から発生する排水や雨水を1つの再生処理施設で浄化しそれを複数の建物の雑用水として利用する方式ということで、えー、適当です 続きまして2番、酸水集計または清掃のように供する雑用水に、死尿を含む水を減水として用いる場合にあっては、規定された水質基準に適用する必要があるとあるんですが、厚生労働省のホームページ、建築物環境衛生管理基準についての雑用水の管理ですね。で、この表の酸水集計、清掃用水の維持管理。 での飼料を含む水を減水と使用しない,しないこととそもそも飼料を含む水を使用したらだですよと言ってますので従いましてこちらが不適当となります3雑用水受水槽は耐食性及び耐久性のある材質のものを用いる、まあ、浄水よりも質の悪い雑用水用の受水槽なので耐食性腐食しに しにくく、えー、耐久性のある材質を利用すべきということで、えー、適当です。4、薄い利用設備における浄水代替率とは使用水量に対する薄い利用量の割合である。えー、こちら、えー、図解・建築設備の知識改定3番よりですね、えー、見ていきまして、一番最後の行ですね。 浄水代替率とは、薄い利用量割る使用量 ×100 ということで、使用した水の中で薄いが利用された割合ということで、こちらも適当です。5、竣工時に雑用水を着色して、通水試験を行い、浄水の器具に着色水が出ないことを確認する、ね。こちら、佐賀市の資料なんですけど、厚生労働省の資料ですね。 雑用水の第3章脱用水の管理とあって、えー、維持管理方法の1誤飲誤使用の防止で丸4ですね竣工時に脱用水に着色した通水,水試験を行い飲料水の器具に着色水が出ないことを確認するとありますのでこちらも適当です従いまして問題124の答えはカッコ2が不適当なものとなります え問題125排水再利用施設における排水処理の次のフローシートの四角くーラー内に入る単位装置の組み合わせとして最も適当なものはどれかということでえ読み上げていきますと問題文を集水、えー、水を集めてまずスクリーンスクリーンでまあゴミを取ったり大きいものを取ったり大きいゴミを取ったりして 次、あーに入って、次、四角いに行って、次、沈殿層。そして、沈殿層を出れば、ーに行って、消毒層、排水処理水層、で、放流といいますか、排水になりますね。えー、従いまして、えー、大阪府の資料。 排水再利用システム水資源の循環利用という資料を見ていきますとえ、まあ、概要欄にご一得いただいてその中の括弧2ですね標準処理フローナンバー2スクリーン流量調整層生物処理層沈殿層生物処理層沈殿層ろ過層消毒層排水処理水槽とこう 電層生物処理層っていうのが、えー、チンっていうのが2段になってますけど、この順番、並びとなると、括弧二2が答え、問題125の答えは括弧二2が答えとなります。えー、続きまして、問題126。排水の水質に 関する用語の説明として最も不適当なものは次のうちどれか1透視度、浮遊物質と相関を示すことが多く処理の進行状況を推定する指標である 2DO 水中に溶解している分子状の酸素を言い生物処理工程の管理や放流水質を評価する際の指標である 3COD 水中の酸化可能性物質主として有機物質が好奇性微生物によって分解される際に消費される酸素量を表す4溶解性物質飼料をガラス繊維露子かっこ合計1マイクロメーターでろ過し液を蒸発検討した時の残留物の重量で表す5 活性汚泥浮遊物質 MLSS 罰基層混合液の浮遊物質のことで活性汚泥中の微生物量の指標の一つとして用いられる1番から見ていきます透視度浮遊物質と相関を示すことが多く処理の進行状況を推定する指標である、えー、沖縄県のホームページに、えー、透視度の ことについて書かれていましたのでちょっと見にくくなってますけど、えー、一般的に降雨時に裸地などが流れ出る濁水や河川水など水中の眠り濁り具合を示す物差し指標として水中の固形物の重さを測る浮遊物質量 SS と え、濁り度合いを機器で測定する濁度及び目視で測る透視度などがありますこれまで、えー、赤道研究室では県内各地の開発事業などから濁水を生むとかあってですね次のページですね、えー、測定器具の商材透視度計この上から覗いて、えー、濁り濁ってないのか確認するんですね 透視度と透資度と SS の関係とありまして透、えー、資度は透資度計さえあればどこでも手軽に測定できるという利点があるに対し SS は乾燥機などの器具が必要なため簡単に測定できないという欠点がありますそこで工事に採水した濁水の透視度と SS を測定し比較してみると 都市度の逆数と SS の間には16のような比例関係があることが分かりました。相関があるということですね。この関係から都市度を測定し、SS を推定することができるようになっているということで、まあ、こちらも、うん、の説問も適当です。2、DO、水中に溶解している分子状の酸素をいい、生物種工程の管理や、 放流水質を評価する際の指標である。ということで、えー、飯島電子工業株式会社さんのホームページ拝見しまして測定用語辞典と残存酸素 DO 測定。でこの中に残存酸素とは DO とは残存酸素は水に溶解している酸素量のことで DO ディソロブルオキシゲンとも呼ばれます。 酸素が溶け込むことのできる量は水温が低いほどまた圧力が大きいほど多くなります1気圧20度の条件下では8 8 4 m g ルの酸素が溶け込みこれを飽和溶存酸素量と言いますと、えー、溶存酸素は水中生物の生存や河川、えー、故障の自浄作用生物処理の浄化作用 下水ななどのの生物処理の管理管に不可欠な要素ですこのような環境基準や排水管理上の指標としてだけでなく製品の製造工程における脱酸素処理や管理指標やさまざまな研究開発分野で液体中の化学反応の作用を調べるための材料として溶存酸素量を測定することもやすということでこちらの質問も適当です。 続きまして3、COD、水中の酸化可能性物質、主として有機物質が好奇性微生物によって分化されるに消費される酸素量を表すという説問ですが、こちら、公益社団法人日本水環境学会さんのホームページから、COD あるいは BOD に書いてあってですね、次のページですね。 COD というのは何かというと科学的酸素要求量水中の有機物を酸化剤で酸化した際に消費される酸素の量と、えー、故障海域の有機オダクを測る代表的な指標でありこの値が大きいほど水中に有機物等が多くオダク負荷が大きいことを示しているとありますして次ですね BOD 生物科学的酸素要求量、水中の有機物が好気性微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量ということで、3は BOD の説明となっているため、不適当となります。4、溶解性物質、飼料をガラス繊維露出、合計1マイクロメーターでろ過し、漏液を蒸発、健康したときの残留物の重量で表すとありまして、 えー、グー辞書さん出典は九州環境管理協会環境関連用語なんですが2ミリ目の古いを追加した資料を合計1マイクロメーターのろ過剤に通し通過した資料を蒸発健康したときに残る物質を言いますということでこちらもそのまま適当です5カセオで浮遊物質 各 MLSS、バキソ混合液の浮遊物質のことで活性汚泥中の微生物の量の指標の一つとして用いられる。えー、こちら参照したのは横川電気株式会社のホッページですね。えー、Q&A で MLSS と,とは ?MLSS とはミックスリカ p サスペンデッドソリッドの略称で。 活性汚泥処理におけるバッキ層、エアレーション卓内のオデコンゴ液の浮遊物質のことを言います。活性オ泥処理を行う際の最も重要な指標で単位はミ mg パーリットルですということで、こちらも適当です。従いまして問題126の答えは、3が不適当なものとなります。